はい、じゃあそれではこんにちは皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。え、今日はですね、はい、アルコールバーナーを購入しまして、うん、でアルコールバーナーを使ったちょっと料理を、うん、まあ、試してみようかなっていう企画になります。はい、でですね、うん、まずなんでこの突然アルコールに目覚めたかっていう話なんですけど、うん、まあ、いろんなことをね、うん、ちょっと今水面下で夫婦で話し合って進めてるんですけど、はい、うん、というか、まあ、一方的に僕がプレゼンして、はい、無理やり進めてる、うん、ことがあるんですけど、うん、その流れでですね、はい、まあ、アルコールが必要だねっていうことで、うん、まあ、前もってねアルコールを買ってあるわけなんですよ。はい、でそのアルコールを買ったっていうので、そのアルコールについていろいろ調べてたんですよね。うん、で YouTube でいろんな方のね、そのアルコールを使った動画を見てたら、うん、今度はアルコールバーナーの魅力に取りつかれてしまってね、うん、まあ、しょっちゅう見てるもんね。そう、ほんでアルコールバーナーってね、うん、結構敷居が高いと思ってたのよ、うんうんうん、僕的に。あ、そうなんだ。うん、そしたらさ、安価なものから、まあ、高価なものまでね、うん、だアルミ製とかステンレス製とか、うん、チタン製とか、うん、なんかいっぱいあるんだって、うん、でその安いのを、まあ、今回購入してね、うん、それでまあ料理をしようと思ってるわけなんですよ。はい、で実際ね100均の、まあ、ちっちゃいトレイを持ってて、うん、固形燃料燃やすようなトレイにアルコールをちょっと入れてね、うん、玄関でね、うん、火をつけてみたんですよ。うん、そしたらなんかすごい炎が可愛くてね、うん、ね、そう、可愛くわざわざ呼ばれて、うん、ちょっと見てって言ってね、着火もねカチッて火つけて2人でじーって、超シュールだったけど5分ぐらい火を眺めてたよねそう、うん、で今そのアルコールの魅力っていうのにちょっとまあね興味を、でアルコールの魅力に取りつかれつつある、うん、あなたがね、僕がでそのまあアルコール まあ利便性というか、うん、まあ、そこら辺もねやっぱりキャンプの中ではね、うん、結構いい、その何ていうのかな、キャンプを楽しく過ごすための、うん、要素として、うん、まあ一つあってもいいんじゃないかなって僕的には思うんですよね。うん、いいと思う。うん、まあ、こうやってね、いろいろ試したりとか調べたりするのは好きじゃん。うんうん、私としては、まあ、そうやっていろいろ買わないといけなかったりとか、うん、もうって思うこともあるんだけど、うん、結構ね、そうやって試してみると、うん、ああこんな使い方があるんだとかさ、そうそうそう、新しい発見があるでしょ。発見があるから、まあ、なんだかんだ言ってもね、うん、楽しんでるもんね。なんだかんだ言って楽しんでるもんね。そう、だから、まあ、今回ね、うん、アルコールを、まあ、使うその、まあ、もう一つの理由というか、まあ、何個かあるんですよ、自分の中で想定していることがね、キャンプの中でね、うん、で、まあ、暑くなってくると多分焚き火ってやらなくなるでしょう、うん、やらないよね。そう、でその炊飯を、うん、ガスバーナーでやってもいいんだけど、うん、まあ、固形燃料で最初やったじゃん、うん、で固形燃料でもうまくいったんですけど、うん、まあ、そのアルコールバーナーっていうのがあるとさ、うん、もう一つその選択肢ができるわけでしょ、うん、そうだね、その自動炊飯だったりちょっとしたテーブルでの料理っていうのがさ、うん、まあ、そこら辺をねどうにか自分たちの中で確立できたらいいなっていうのがちょっとあるんですよ、うん、まあおしゃれだなってね、うん、まず、うん、ということでですね、早速なんですけど、はい、まず今回購入したものを紹介しようと思います。はい、はい、まず一つ目はですね、こちらになります。ミニアルコールバーナーですね。楽天で1720円、送料無料の、はい、うん、まあ、一番って言ってもいいぐらい安かったのかな。あ、そうなの。うん、で、まあ、一応楽天ポイントが溜まってたので、うん、まあ、そちらでね購入したような感じですとりあえずもその安くて、うん、いいものっていうか、うん、でこれはカチャってはめるタイプの蓋ですね、うん、これはね、でこれはネジ式の蓋、うん、ですね。で内側にパッキンがついているので燃料が入ったままでもおそらく直せると思うんですよ、うん、ここにほらパッキンが入っているでしょう、うん、でここの周りにちっちゃい穴があって中に燃料を入れて火をつけると、まあ、この容器が温まってくるとここの穴からもこう出てくるんだって。ガスコンロみたいにさ。そうなんだ、うん、らしいわ。え、でもこの底面っていう
いうのもあったかくなるんだよね。多少なると思う。そこに入れるんだよね。うん、うん、まあそこは大丈夫です、一応考えてあります、うん、はいはい。でこの火力の調整っていうのが、うん、ここにねほらこれ絵が描いてあるでしょ、うん、このこれをこういうふうに動かすことによってここに小さな隙間が生じるでしょ、うん、この隙間で火力を調整できるみたいですね。おそうなんだ。そうそう、これをこうかぶせて、ちょっとまあ火が強いかなって言ったらこうちょっと閉めたりとか、うんうんうん、開けたりとか、うん、もしくは全開、うん、でこうやってこの状態でかぶせると消火、うん、そうなんだ、うん、まあ、パパってやると火を消せるみたいな。新しいね。いやこれ結構ね昔から、うん、ある形みたい。みたいですよ、はい。それではですね、お次はこちらになります。でねーん、トランギアのフューエルボトルになります。 0.5 リットルですね。これはですね、ただ単に僕が欲しかっただけです。はい、知ってますこれにアルコールを入れて、うん、まあ、ここをね、ここをこう押して、うん、こうやると出てくるっていう、うん、見た目がまあすごくかっこいいじゃないですか。見栄えだけだよね、これ。いや、いいんだよ、携帯性もいいし、うん、見た目もかっこいいし。でも見栄えじゃん、もうまあいいんですよ、かっこいいじゃないですか、うん、まあこういうのがね、1個や2つ、1個や2つ1個やどうにかしてその語彙力1個か2個か3つかあってもさ、うん、全然いいじゃん、うん、そうだね、うん、はい。で、こちらのですね、フューエルボトルが3080円、うん、まあちょっと高めなんですよ ね、 ね、トランギア製で、まあ見た目はかっこいいんですけど、うん、やっぱどうなんだろうね、やっぱり携帯性が良くなるっていうのと、まあ、安全に持ち運べるから、うん、いいんじゃないでしょうか、うん、これもね、楽天ポイントだったしね。いや、これアマゾンだよ。え？お次はこちらになります。燃料用アルコールですね、のドン2個3個が3つになります。はい、1つが 500ml ですね、うん、で、3つで1430円、うん、結構どれが一番高いじゃん。結構安いでも見るとこが違うよねそう、なんかこれをこの容器に入れてね、持ち運ぼうと思ってるわけなんですよ、うん、で、一応燃料用アルコールですね、いろいろ見たんですけど、まあ、どれっていうのがまあ、よしあしがまだ全然分かんなくて、うん、まあ、おすすめがもしあったらですね、ちょっと教えてもらいたいなと思います、はい、うん、またコメントで教えてください。はい、お願いします、はい、で、今回のこれはね、ちょっとこう持ってて、はい、見せていろいろ見せていろいろ、うん、はい。で、今回のこの燃料用アルコールなんですけど、メタノールが 95%、うん、エタノールが 5% ですね、はい。で、コーヒー沸かし、うん、とアルコールコンロにっていう歌い文句的なのが書いてあります。はい、ここにですね、うん、インテリア S っていうものですね。はい、はい。で、今回はこちらの燃料を使用して、うん、まあ、料理をねしていこうかなと思います。はい、それではですね、はい、今紹介したものを使って実際にね料理の方をしていこうと思うんですけど、うん、ちょっとその前にですね、はい、これね、うん、これ置いて、ちょっとじゃあ燃料を初めて入れるからさ、うん、せっかくだからちょっと動画に撮ろうかな。ここをこのように回して、初めてです僕これ使うのね。あ、ここにパッキンが入ってて液漏れしないようになってますね、うん、中はから。あ、匂いする？ちょっと臭うん、中独特な匂いがする。あ、ここは入り口はこれアルミだよね。うん、アルミっぽいね。割れないような工夫をされてますね。あ、こういう工夫があるからやっぱ高いんだよ、ほら。そうだね。ね。うん。で、これを入れますね。はい。このままでも全然いいじゃん。おかしくないよ。うん。ね。うん。わざわざこんないいもの買わなくたって。これはもうロマンの部類。うん。こういうの好きだよね。うん。
で 500ml から 0.5L だから、まあ、全部入るよね、うん、音的に大丈夫か、うん、大丈夫かなって感じだよね。あ、本当に大丈夫だ、うんうん、全然大丈夫。ちょうど、おお。ちょうどだね。ここより上に入れないでくださいって書いてあるんですけど、うん、ちょうどだね。よっしゃ。で、OK です。はい。はい、これで入りました。はい、それではですね、うん、今回あのこいつを使うわけなんですけど、あの台をね、うん、まあ、これに燃料入れて燃やしたら熱くなるわけじゃないですか、うん、で下に置くと、まあ、テーブルとかね焼けちゃうんで、まあ、何かしら敷かないといけないということでですね、今回はこれを使います。ででーんと、これですね、折りたたみの焚き火台、はい、うん、でこれがまたねちょうどいいことにですね、うん、ここ高さ調整できるんですよ、うんうん、だからこれをここにほら置いた時に、まあ、ちょうどいい高さじゃないかなと思ってですね、ここから火が出てさ、うん、本当だね、うん、で今回はもうこの仕様でちょっと料理をしてみようかな、うん、はい、かぶすだったかな、これちょっとなんていうのかわかんないんですけど、ソロ用のね、そうそうそう、じゃあこれでやりましょう。はい、からじゃないと飛び散りますよ。今回の料理は火力全開でいけそうな料理。あ、全開でいけるよ、全然いける。逆に火力全開の方がやりやすい。じゃあこれに燃料を入れようと思います。はい、ここを押して、おお、なんか独特。なんかかわいい。かわいいね。あ、まあ3分の1ぐらい。うん、3分の1ぐらい燃料入れました。はい。じゃあそれつけますよ。はい。ちょっといい。ちょっとつけますね。うん。いいですか。はい、どうぞ。はい、つきました。おお。いいね。なんか炎がちっちゃい。うん、ちっちゃくない？ちっちゃいけどそこそこあったかいよ。なんか弱々しいな。これ大丈夫か？もう温まるまでね、ちょっと時間かかるんだって。あ、そうなんだ、うん、あ、出てきた。ちょっとずつ横が出てきた。こわ、うちのこの焚き火台多分不良品なんだって。そうなの？明らかに。あ、ちょっと斜めってる。寸法が違うもんね。斜めってるよ。横から見たらめっちゃなんか斜めってる。ここまだ、ね、大丈夫。押せるよ。うん。よっしゃ。ちょっと安定しないけど、まあ、あ、これでいい。うんうん。あ、いいね。いい感じ。お、めっちゃ炎でかくなってきた。あ、ほんとだね。結構早いんだね、熱するのが。ね、あったまってるよね。うん。火がそこそこ大きい。はい、簡単料理ではありますが、今日は、うん、鶏の照り焼きをしていきます。はい。じゃあ焼きますよ。はい。焼いたからタレを入れて、ちょっと蒸し焼きにしよう。
すごい軽くだね。うん、もうキャロキャロクだ。キャロク。キャロクが強いの。いい感じじゃないですか。ね、全然大丈夫だ。普通に使えるね。うん、普通に使える。アルコールバーナー。うん。安全だしね。なんちゅうの、焚き火をさ、うん、焚き火って結構さ大変じゃん。うん。でこれもさ一応焚き火用でしょ。どに？これ。どにって。どに。二人してどうした？どれっていうと。どれと何が合体してる。どに？新しい。これ焚き火でしょ。うん、焚き火用でしょ。で、うん、わざわざ焚き火をするのってさ、ちょっと敷居が高いじゃん。まあ準備がある、荷物が増えるしとかね、うん。まあ女性の方人だったらさ、うん、まあ、シングルとか、うん、難しいじゃん。まあちょっとおつまみを作るにはちょうどいいかもね。そう。だからこうやってガスバーナーじゃなかったら何、オイルバーナー？うん。アルコールバーナー。アルコールバーナーだとさ、うん、全部そう。いいよね。うん。いい？うん。へえ。おお、いいね、焼けてんじゃん。それでは完成しました。はい、美味しそうね。美味しそうだね。はい、それではですね、はい、あの料理を作り終わったところなんですけど、うん、どうだったでしょうか。問題ない。問題ないね。全然問題ない。火力も、まあ、程よくあるし、うん、まあただね、なんだろう、3分の1ぐらい入れて、うん、まあ15分か20分ないぐらいだったかな。もう15分ぐらいで、15分あるかないかぐらいだったかもね、うんうん、っていうところが、まあちょっと ね、うん、あのね、燃費っていうのかも、うん、俗に言う、うん、燃費のそこら辺がね、ちょっと気になったのかなっていうところですね。はい、まあ、火力はね、申し分なかったです。ないで す, 十分です。なかなかパワフルでしたね、うん、だからパパッとさ、料理を作りたいなとか、キャンプとか外で、うん、っていう時はすごいおすすめかもです。いいね、はい、まあ、ガスバーナーとアルコールバーナーと、うん、まあ、持っていっていればいろいろ対応できるかもしれないね。そうだね。まあ、薪はさ、やっぱりね、うん、その燃えるものを持っていかないといけないから、うん、まあ、アルコールの場合だとほら、もうこれにね、うん、これ一つでも済むわけです、うん、容器があればさ、ね、あと、まあ、このアルコールバーナーとね、うん、だって別にこれもさ、うん、入れ物気にしなければさ、うん、まあ、持っていけばいいわけでしょ。そう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 、これはまあ僕のロマン、はい、です。これじゃなきゃいけないっちゅうわけじゃないからね。そう、これはロマンです。はい、はい、ということでですね、うん、まあ、今回の動画を見て、うん、まあ、ちょっといいなって興味が湧いた方はですね、はい、まあ、ぜひ試してみてください、まあ、おすすめだね。うん、おすすめ、おすすめ、はい。まあ、嫁さんは最初めちゃくちゃ反対しましたけどね。ドトック、うん、あー、まだ買うのって言ってたよ。いや、買うことに関してはいつもそうです。必要ないでしょ、そんなのって言ったけど、いつものこと。結構使い勝手がいいっていうね、うん、はい、ということで、はい、うん、このアルコールバーナーもですね、うん、今シーズン活躍してくれるんじゃないでしょうか。はい、はい、それではですね、はい、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あとインスタグラムも嫁さんの方がやってますんで、うん、はい、そちらの方も、まあ、見ていただければと思います。はい、お願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。見つめ合う必要あった。あった。